まあ、上級生にいじめに遭ってたというような、訴えが、まあ、遺族からなされてですね。ということでですね、今日のニュース解説なんですけれども、宝塚歌劇団のですね、団員さんが、自殺をされたこと、これに対して、まあ、空組のね、方らしいんですけれども、まあ、上級生にいじめに遭ってたというような、訴えが、まあ、遺族からなされてですね、それに対して調査委員会を立ち上げて、調査結果の報告が昨日、まあ、ありました。で、まあ、結論としてその調査委員会は、からのね、調査報告書を見てですね、その理事長の人とかがですね、歌劇団のいじめはなかったと。ただし、長時間労働によって精神が蝕まれた可能性はあると。さらに、言うとですね、ヘアアイロンを押し付けられたというふうに主張していたんですが、それは、まあ、よくある話であって、いじめではないと。自分で押し当てたんじゃないかとかですね、いろいろ、まあ、そういった、まあ、まあ、ちょっと遺族からするとですね、ちょっと心ないなと。そんなにそのいじめって言うんだったら証拠を出せというふうに、なんか今の理事長は離脱というか辞任するらしいんですけれども、新しく理事長になる方がですね、そういうふうな、まあ、割とちょっと暴言っぽいことを吐かれてですね、ネット上大炎上の状況になっております。まあ、さすがにその、いじめで死人に口なしなわけですけれども、死人に証拠を出せっていうのもですね、まあ、ひどい話だなと思って、まあ、そういう体質の組織だったんだろうなと。まあ、だから、ある意味、ジャニーズの記者会見よりもひどかったんじゃないのっていうような言葉もあるぐらいですね、今回の件、非常に問題になっております。まあ、さらに言うとですね、ヒアリングした人たちのうち4人がですね、ヒアリングを拒否したということで、怪しいんじゃないのそれみたいな話も、出てくるんじゃないかなと思います。つまり4人には聞き取り調査を行わなかったということで、これはちょっと不十分な調査なんじゃないかというような声もたくさん上がっております。ということでですね、宝塚歌劇団全体がですね、非常に不信感を持って、今回捉えられてるんじゃないかなと思います。ネット上を見ていくとですね、宝塚の、まあ、熱心な塚ファン的な方々もですね、空組の、東京公演を強行するらしいが、やめた方がいいんじゃないかとかですね、そういった意見も、ちらほらと挙げられております。これ、ジャニーズの問題と比べて、何がさらに問題かというとですね、これ、宝塚歌劇団といってなんかこう独立したなんかその劇団があるみたいな感じに思われるかもしれませんが、これ、阪急電鉄っていうのは鉄道会社があるんですけれども、この阪急電鉄の一部門なんですね。エンターテイメント部門、が、この阪急電鉄のエンターテイメント部門がですね、この宝塚歌劇団になっておりまして、かなりのね、利益貢献で、まあ、数十億から100億、ぐらいのですね、まあ、年によるとは思うんですけれども、少なくとも数十億の利益貢献をする、非常に儲かっている事業なんですね。で、上場している会社で、阪急阪神ホールディングスという、阪急電鉄と阪神電鉄が合併したんですね。これ、古くは村上ファンドがですね、阪神を買う、買収するなんてね、で、阪神球団のファンにもう袋叩きにされたっていうですね、超炎上事案があったわけですけれども、最終的に村上ファンドが阪神の株をかなり持っていて、この部分、どうやってこれ決着するんだということで、阪急電鉄と合併することによってですね、阪急阪神ホールディングスが生まれたと、そういうふうな経緯もございます。なのでですね、これ決算、データね、当然、東証プライム上場なので、公表されておりますが、エンターテイメント部門という、くくりになっております。まあ、主に鉄道事業だったり、不動産事業だったりですね、いくつか事業がある中の、まあ、一つの大きな柱が、このエンターテイメント事業になってます。まあ、都心もよるんですけれども、15% ぐらい、ね、12% から、まあ、17、8% ぐらいですかね、ぐらいの売上比率を、占めていて、このエンターテイメント部門だけでですね、年間200億とか、多い時はですね、利益がかかる。これは、実は大きく、その、エンタメとスポーツに分かれておりまして、このスポーツの部分は、まあ、皆さんご存知の通り、阪神球団ですね。で、阪神球団も250億とか、
うわ、じゃあもっとか。300を超えてますね。350億とかですね、売り上げを上げていて、数十億円からまあ100億近い、利益を叩き出す、非常に大きな収益部門になっております。なのでですね、このエンタメスポーツとですね、この、宝塚、阪神と宝塚で、結構な、まあ、100億を超えるようなですね、利益を叩き出す、阪神阪急ホールディングスにとってはですね、非常に大きな収益源になっておりまして、まあ、こちらのね、部門がコンプラ軽視ということで、コンプライアンス軽視ということで、上場企業としていかがなものかと。まあ、そういった意見、まあ、皆さん多分知らないと思うんで、その、上場企業の一部門だったんだ、宝塚ってっていうふうに、もしかしたら思われてる方々もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあそういったこともあってですね、より厳しい目で見られるかもしれませんし、まあ今後ですね、こちらの会社の株価とかにもですね、大きく影響を与えてしまう、一つの要因になるんじゃないかなと、そういうふうに懸念しております。ということで、今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。コンプライアンス軽視ということで、上場企業としていかがなものかと。